はい、宇都宮来ましたので、ここから新幹線よいしょ OK でございますな。じゃあホーム行って待ってましょう。やまびこ125号仙台行きに乗車していきます。E2K プラス E3K のやまびこ翼号が発車していきましたな。これから乗るやまびこ号ももうそろそろ来ると思いますよ。来ましたね、 E5系やまびこ125号、仙台行き、これに乗車していきます。東北ジャパンフェニックスでしょうか。はい、それじゃあ乗車です。乗りました。8時29分、定刻通り宇都宮を発車しました。では座席の方行きましょうか。自由席どうでしょう、空いているとは思うんですけどね。じゃあ行きましょう。さすがは新幹線、いつも思いますが早いですな。現在白河駅を通過中。郡山の車両センターが見えましたね。 E531系が止まっているようです。早いもんですな。瞬く間に郡山ですよ。はい、列車郡山駅に到着しました。現在の時刻9時7分、列車福島駅に到着します。ご乗車ありがとうございました。福島駅は13番線到着、お出口は左側です。晴れてきましたね。阿武隈連山もかすかに見えておりますな。列車は福島県の福島駅に到着しました。線が分かれてきましたね。列車まもなく白石蔵王駅を通過しますよ。到着しました。よし、降りましょう。よっこいしょ。
仙台に到着しました。これから東北本線で小牛に向かいます。それじゃあ行きましょう。いや快適でしたな。さすがは新幹線。乗り換えましょう。よし、じゃあ行きますよ。次は東北線下り9時48分小牛行きに乗ってきます。それじゃあ行きましょう。それじゃあ小牛行き乗車していきます。全部701ですね。じゃあどこに乗ってもいいや。行きましょう。東北本線普通列車小牛行き仙台駅を発車しましたぞ。のんびり行きましょう。岩切発車ですな。現在塩釜駅に到着したところです。どんどん東北線下っていきましょう。日中の時間帯のせいか乗客はほとんどおりません。おっと、いい景色ですね。松島駅に到着しました。この列車の終点小牛まではもう少しです。まもなく終点小牛に到着しますよ。小牛で乗り換えます。小牛です。3番線の到着、お出口は右側です。風っ子号がいますね。小牛到着でございます。次乗車するのは石巻線、あの機動車ですね。それじゃあ乗っていきましょう。石巻線から気仙沼線に入る列車です。今回の動画はここ東北本線小牛駅到着までとしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。柳津行きとのことです。